中日ヤクルト、このファッション暗黒が楽天ファンに土下座しない理由。なんなん、きっしょいわ。ヤンスはヤンドラが活躍しとるくせにメガルダや気色悪い。楽天の若手知っとるお前、一人も知らんやろ。コフカだ。今年で28歳定期。辰巳とかいう名前のやつがおるやん。今年で27定期。モキエーボロ、今年度で30定期。黒川ってのおらんかったか。島内、モキ島内、辰巳銀次、内田あたりの若手がおるやん。ふざけやがってよ。こっちは12連敗なんだが。こっちは10年連続 V1 なんやが。こっちは歴史上1回しか日本一になってないんやが。アンチオツ、セリーグには半世紀で3回しか優勝してなかったり、21世紀になってから優勝したことのない球団のファンがイキり倒してるんだが、24年連続 V1 のチームに土下座しろや。涌井、アメで中日は煽り尽くされ楽天は絶賛されたという現実。金田の楽天、強打の中日。まあぶっちゃけネタに並んだけで12球団で一番暗黒なのはここだよな。ご視聴ありがとうございました。